みやびちゃんとまったりさんのゲーム専門チャンネル。みなさんごきげんよう、まったりと申します。筋肉マン国タッグランブ続き始めていきますよ。はい、では今回はこちら、コロシアムの第2回コロシアム一般戦ヒーロー級昇格チャレンジですね。やっていきますよ。現在のところクラスがヘビー級1まで昇格しております。次のクラスまで残り83なので、残り1回勝利すればヒーロー級に昇格できます。さあ、ちょうどいい対戦相手の方を探しましょう。この方がいいですね。シナズさんと対戦していきます。はい、ではまず一旦目こちら、竜巻地獄、そして武道の挑発で引きつけていきましょう。ただあちらもね、アシュラマンがいますので、おそらくアシュラマンの攻撃が2発きますね。やはり来ましたね。あちらの武道は挑発が入っていませんので、まずアシュラ魚雷で突っ込んで、万が一アシュラマンが残るとちょっと厄介なので、アシュラマンターゲットでケビンマスクープで攻撃していきましょう。ブラックホールは全然脅威じゃないので、さらにケビンマスクで武道を狙っていきます。はい、魚雷でまずあちらのアシュラマンが戦闘不能となりました。あ、ブラックホール挑発入ってましたかね。あ、違いますね。アシュラマンをターゲットにした分がブラックホールの方に行きましたね。さあ、続いてあちらは悪魔将軍が出てきました。さあ、対戦相手の武道も挑発入れてきましたね。ここで将軍がいますので、そうですね、ちょっとキビンマスクを落としたくないので、ここでマニポスタとタッチしましょう。魚雷で撃って、マニポスタで攻撃をして、武道の挑発を入れていきます。はい、魚雷で中央のブラックホールが戦闘不能となりました。はい、ここでブドウで挑発を入れていく。大切な落としがブドウの方に行く。さらにあちら挑発入れてきましたね。さあ、ここアシュラ魚雷でマリポーサで守備力を下げていく。さらにマリポーサで進撃を当てていく。はい、これでブドウの守備力を下げていく。なんと卑怯な攻撃でありましょうか。そして進撃を入れていく。これは卑怯以外の何者でもない。
じゃあ視察はどうですね。ハンダーサーベル。攻防しい形をまとったその姿はまさに騎士。サンダーサーベルだ。圧巻のスキルを見せつけています。あ、そっと来ましたね。危ない。アシュラマン耐えました。さあ、アシュラマンが危ないので、将軍に立ってしましょうか。竜巻順を打ちましたが、は、将軍にタッチして、ダイヤモンドソードで削っていく。そして、そうですなぁ。地獄の弾頭台と、どうしよう。威力が弱そうな気がする。こっちはできない。ここはちょっと辛抱しましょうかね。マグネットパワー、マグネットパワー。ここはちょっと辛抱ターンでいきましょう。ダイヤモンドソードで削っていく。磁気嵐ドライバーで、ヒットポイントを吸っていく。危ない。しまった。溶けてましたね。これはやってしまいましたな。挑発溶けてましたね。これはちょっとやってしまいましたな。あ、もともとでも挑発引けなかったかな。ちょっと将軍の必殺技もったいなかったですな。まあ、ここで竜巻地獄で、ただカウンター入っちゃいますな。これな。どうしよう。あ、あちら挑発溶けている。あちら挑発溶けているから。まず勝負を狙っていきましょう。で、マリポーサ、あ、サンダーサーベルいけますね。ブドウのサンダーサーベルで将軍が落ちる。で、マリポーサの、マッスルリベンジャープラス、頭突きで行きましょうか。サンダーサーベル。金ときどきサンダーサーベル。そしてネメシスにはマリポーサ式マッスルリベンジャー。相性いいからしっかりダメージが入りますね。属性相性がいいので、ヘイトゴーン。さあ、あちらは残りブドウと下へのモンゴルマンですね。ちょっとアシュルマンが危ないな。あ、攻撃ターンなし。ブドウが挑発引けるから、ここでケビンにタッチ。で、ブドウを挑発引いてから、竜巻地獄で、追撃入れて、ケビンマスクの攻撃。竜巻地獄で守備力を下げていく。一撃。で、アシュラ魚雷二連発からのケビンのキックでダメージを与えていく。
こちまちじんごくん、あしらべおらい、あしらべおらい。こちまちじんごくん、あしらべおらい、レベル3。すねり耐えられませんでしたな、ぶどうも。あちらのぶどう、戦闘フロー。さ、ラストワンのモンゴルマンが来ました。まあ、挑発ですね。挑発、竜巻地獄、ケビンのキック。ただ、モンゴルマンはね、全体攻撃の雨持ってるので、もしかするとここで、アシュラマンが、あ、カウンター持ってましたか。カウンター持ち。しかし、ここで、ケビンのキックで、決着。ケオー。俺には一匹狼が向いているようだ。さて、ラスアップ、やりました。ヒーロー級に昇格いたしました。報酬初回無償戦肉ジェムと戦いの勲章600いただきました。さらに勝利報酬で戦いの勲章10いただきました。はい、ヒーロー級昇格ですね。で、現在のランキングが828ということですな。お時間となりました。今回はここまでといたします。最後までご視聴いただきました方、ありがとうございました。よろしければ高評価とチャンネル登録、よろしくお願いいたします。では、またね。Thank you.